毎月の支出の半分をコスメに当てる女、どうもありちゃんです。はい、本日の動画は前回に引き続き2024年上半期マイベストコスメデパコス編発表していきたいと思います。いやもうね、デパコス編もかなり悩みに悩みに悩んで厳選しました。2024年上半期ね、たくさんのコスメを使ってきた中でも特にね、良かったなって思った超超超一群コスメのみをね、今日はギュギュッと紹介しますので、ぜひぜひ動画最後までご覧ください。それでは動画スタート。はい、そうしたらまず一つ目、化粧下地はこの二つ。一つ目がエスティローダーのダブルウェアフローレスハイドレーティングプライマー N ピーチと RMK のルミナスメイクアップベースです。いやもうこの二つはね、本当に2024年上半期めちゃくちゃ使いました。はい、そうしたらまずはじめエスティローダーの方ですが、この化粧下地は今年ね、紫外線防止効果がさらにパワーアップしてリニューアルしました。リニューアルして今は SPF50 PA が3+ で、テクスチャーはこの通り結構緩くて、ほんのりピンクトーンの色味もついています。伸ばしてみるとこんな感じ。この化粧下地ね、トーンアップ効果もめちゃくちゃ優秀。では半眼に塗ってみます。私がこの化粧下地を今年のね、上半期ベスコスに入れた理由、一つ目はね、シンプルにこれ化粧下地なんだけど、めちゃくちゃね、お肌が綺麗に見えます。個人的にはね、化粧下地の域をね、超えたカバー力がね、これ期待できると思う。まだ何も塗っていない方と今エスティローダの下地を塗った方、こうやってさ比較するとこっちの方がカバー力とあとトーンアップ効果感じませんか？あのカバー力が優秀ってだけで言うと、それこそね、他ブランドの化粧下地にもね、いい商品ってたくさんあると思うんだけど、この化粧下地はね、さらにそこにプラスして、なんか仕上がりのお肌がね、ちょっと張り感が増して生き生きしたような、そんなね、お肌をね、演出してくれるんですよね。なんかカバー力が優秀だなって思う下地は他にもあったんだけど、同時に張り感がね、アップしたなって感じる下地は結構ね、珍しいなって思ったので、今年のベスコスに選びました。で、使用感もね、これ密着力がね、いい意味で高すぎはしないから、あのほんとテクなしで、あのムラなくね、伸ばしやすいとも思います。はい、まず一つ目がこちら。はい、で二つ目が RMK の新作の化粧下地、まあ、これもね、上半期結構話題になったかなって思うんですけど、やっぱね、すごく良かったです。 SPF は 22PA が 2+ で、この化粧下地もエスティローダー同様、ちょっとピンクトーンの色味がついています。で、この下地のコンセプトが素肌レベルを底上げしてくれる化粧下地なので、カバー力に関してはこの下地ね、そこまではないです。なんかね、素肌レベルの底上げっていう表現は個人的にはね、すごいしっくりきていて、なんかがっつりカバーするっていうよりかは、すっぴんのお肌をちょっと整えてくれるような、そんな感覚で使える化粧下地でした。で、この下地もかなりみずみずしくて、そして軽いです。はい、こちら側がエスティローダーの下地で仕上げた方で、こちら側が RMK の下地で仕上げた方、エスティローダーの下地で仕上げた方と比較をすると、やっぱね、 RMK の方はそんなに補正効果がないのが伝わるかなと思います。そんなに補正効果がないのに、なんでね、今回ベスコスに選んだかというと、まずね、一つ目はさっきも言ったように、これ使用感がめちゃくちゃ良かったです。あのさっきね、紹介したエスティローダーの下地、こっちのね、下地もすごい滑らかだし軽い使用感なんですけど、比較をするとやっぱね、 RMK の方が全然軽い。いい意味でなんか化粧した感を全然感じないし、これね、塗ってる時はすっごくみずみずしくって保湿感結構感じるんですよ。なんだけど、伸ばし終わって肌表面を触ってみると結構ね、サラッとしてるんですよね。そうだから、なんかみずみずしさは感じはするんだけど、でもなんかめっちゃ軽いみたいな、そのね、両立がまずね、この下地感動しました。あとね、二つ目はこの化粧下地ね、この次に使うファンデーションが相性がね、いいものがすごくね、多いなっていう感じがした。どんなファンデーションと合わせても喧嘩しにくいので、だからね、すごい使いやすかったんですよ。そうなんかね、この下地良くも悪くも癖がないんだと思うんだよね。そうだから、どんなファンデーションとも合うし、多分ね、どんな人にも合うような、いわゆる万人受け化粧下地
ジなんじゃないかなって思いました。もうね、私化粧下地がすごく大好きだから、ベスコスね、どれにしようかめちゃくちゃ悩んだんですけど、悩んだ結果化粧下地はこの2つを選びました。はい、そしたらお次ファンデーションです。もうファンデーションはね、これ一択だったな。はい、それがこちら V3 のスピケア V3 ブリリアントファンデーションです。もうね、私の YouTube を長らく見てくださってる方はね、私がこの V3 めちゃくちゃ大好きってことはね、さすがに伝わってるんじゃないかなって思うんですけど、もうね、今年の新作のファンデーションもめちゃくちゃ良かったです。2024年上半期一番使ったファンデーションは間違いなくこれでした。この V3 っていうファンデーションはイノスピキュールっていう天然微細ハリが配合されたファンデーションです。開けてみると中身はこんな感じになっていて、この蓋部分をギュッと押すとファンデーションが出てきます。これもね、衛生面的にいいですよね。で、このね V3 の何がいいかって、もうね、何回も言ってるんですけど、まずカバー力がめちゃくちゃある、あと仕上がりのツヤ感がすごく綺麗、あとはどんなね下地と合わせても大体相性いいことが多いし、あとね、よれた後とかも全然汚くよれないんですよね。あと化粧直しもこのファンデーションをパパッとね重ねたら、すぐあのカバー力とかも復活して結構綺麗に仕上がるし、で本当にね、あの一番私ファンデーションの中でこの V3 が今のところって言っても結構長いこと愛用してるんですけど、かなり長いことナンバーワンに君臨してるかも。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。もうね、この仕上がりの綺麗さと、あとね、もうとにかく失敗がしにくい、このね2点が今回のベスコス選定の理由かなと思います。はい、ファンデーションのベスコスは V3 でした。お次フェイスパウダーがこちら、エレガンスのラプードルオートニュアンス8番です。今年の6月に発売されたばかりのラプードルの待望の新色です。もうね、これもめちゃくちゃ良かった。もうさすがラプードルとね言わざるを得ない。ちなみに新色ね、アップにしてみるとこんな感じの配色、この通りブルートーンとピンクトーンの組み合わせになっていて、結構さ、この多色パウダーありそうでなかった組み合わせだよね。このね、ブルーとピンクの組み合わせがすごくね絶妙だったなって思っていて、ブルーで透明感を上げるんだけど、でも同時にピンクで血色感も上げてくれるから、なんかそれこそ透明感に寄りすぎちゃって青ざめて見えるとか白くなりすぎるとか、そういったことがね起きないんですよ、このパウダーだったら。はい、仕上がりはですねこんな感じです。ちょっとこのブルーの色補正とピンクの色補正効果わかりますかね。まだパウダーを塗っていない方と今パウダーを塗った方比較してみると、ちょっとこっちの方がやっぱ透明感が上がってる感じわかりますか。透明感は上がってはいるんだけど、でもなんか決して白浮きしてたりとか、あとなんかちょっと体調が悪そうな、ね、血色感が逆に悪く見えるっていうね感じでもなくないですか。なんかね、やっぱ肉眼で見るとちょっとね一緒に血色感も上がってる感じがするんだよな。で、ちなみにこのフェイスパウダー仕上がりの質感はセミマットタイプです。で、エレガンスのラプードルはね結構カバー力も高いです。色補正効果もしっかりと感じるし、あの毛穴の黒ずみとか、あと凹凸系もね結構カバーしてくれるタイプのパウダーだから、あのカバー力重視の人にもこれはねすごくおすすめで、もってねやっぱパッケージもめちゃくちゃ可愛いですし、何よりね薄いのでこれ持ち運びにもめちゃくちゃぴったりです。まあ1個ね1万円とユキチパウダーではあるんですけど、でもねヘリもこれすっごく遅いので、コスパで考えたら私は全然悪くないんじゃないかなと思います。まだね使ったことがない方はぜひぜひ試してみてください。はい、そしたらお次はアイブロウペンシルなんですけど、それがですねまたまたエレガンスです。エレガンスのアイブロウスリムの今年発売された新色のピンクカラーのやつです。あのエレガンスのアイブロウスリムはね前々から結構推してる商品で、 YouTube でもね何回も紹介してきたんだけど、今年ですねそんな推しアイブロウペンシルから初の新色が出たんですね。はい、それが出してみると色味はこんな感じ。 PK80 番のメーカー公式では優しさのあるピンクカラーと記載があります。まあ、でもピンクカラーといってもすごくピンクピンクしすぎてるわけではなくて、なんか柔らかいブラウンピンクみたいな感じ。この色味もねまろやかでめちゃくちゃ可愛かったです。でエレガンスのアイブロウスリムは本体をこうやって回すと芯が出てきて、繰り戻すことも可能なタイプで、反対側にはスクリューブラシもついています。あのエレガンスのアイ
イブロウスリムって1本ね4000円ぐらいするから、いやアイブロウペンシルにね4000円は高いだろうってね思う人もいると思うんですけど、もうねこの良さは1回使えばわかると思うんだよね。書き心地がね全然違うんですよ。圧倒的に書きやすい。本当に力を入れずにスーッとね横に引くだけで柔らかい発色がスッスッスッと色づいていってくれるような、そんな書き心地でめちゃくちゃ書きやすいです。まあ、これアイブロウペンシルではあるけど仕上がりはね結構柔らかいからパウダーっぽさもある気がする。はい、仕上がりはこんな感じです。新色自体もすごくタイプな色味だったし、何よりね書き心地がダントツでいいので、これもね使ったことがない方はぜひぜひ試してみてください。めちゃくちゃおすすめです。そしたらお次はねアイシャドウを紹介したいんですけど、アイシャドウね本当に何をベスコスに入れようかめちゃくちゃ悩んだんだけど、個人的に私が2024年上半期ね一番使ったアイシャドウがですね、まさかの限定品のものだったんですよ。そう、でもなんかさ限定品をさベスコスに紹介するのどうなんだろうと思って悩んだんですけど、一応ね紹介をするとこちら、スナイデルビューティーのアイデザイナーの EX の11番、美容家の石井美穂さんとのコラボカラーになるんですけど、上半期で一番使ったデパコスのアイシャドウはねこれだったんですよね。まだ売ってんのかなこれ。あ、現時点ではまだ売ってます。スナイデルビューティーの公式にも売ってるし、ヤットコスメの公式通販にも売ってます。ちょっといつね在庫がなくなっちゃうかわかんないんで、気になった方はねお早めにチェックしてほしいんですけど、個人的上半期のマイベスコスアイシャドウはこちらでした。まずねこれ色味をアップで見せるとこんな感じ。もうね見てわかる通りイエベ春大優勝カラーパレットになってます。この1、2色がマット質感で、このカラーがサテン質感で、この3色が輝度感の違いはあるもののラメ質感になっています。ザ・暖色中心の配色。はい、仕上がりはこんな感じ。こういった暖色強めのね仕上がりが好きな方にはこのアイシャドウめちゃくちゃおすすめです。この締め色自体も明度がね高いっていうのと、発色もねこれ結構淡めなので、このねアイシャドウだったらどんなね組み合わせとか塗り方をしてもね結構なんか派手な仕上がりだったりとか、あとはなんかちょっとパキッとしたきつめの印象にはね仕上がらないと思います。これもねすごくおすすめです。はい、そしたらお次チークです。チークはこちら、クリニークのチークポップ21番、バレリーナポップです。このカラーは以前ね限定色として発売されていたんだけれども、もうね SNS で話題になりすぎて定番化しました。このバレリーナポップっていうからね SNS 上では塗る透明感って言われていて、もうそのぐらいこのチークをね塗ると透明感が爆増するっていうのでねすごく話題になりました。もうねまず最初色味を見てほしいんだけど、ちょっとね私使いすぎてたらチーク自体が割れちゃったんですけど、色味アップにするとこんな感じです。色味は明度高めのピンクカラーっていう感じで、この通りね結構青みもしっかり出ます。で角度をつけるとほんのりちょっとツヤっとするような、そんな質感。私パーソナルカラーはファーストがイエベ春でセカンドがブルベ夏です。じゃあ実際つけてみます。はい、仕上がりはこんな感じ。めちゃくちゃ可愛くないですかこの色味。もうね本当に透明感が爆増するっていう表現がめちゃくちゃしっくりくる。もうね本当にこのバレリーナポップっていうカラーはね血色感と同時に透明感までも際立たせてくれるような、そんなね仕上がりです。まあたださっきもね言った通り、このねバレリーナポップって結構青みはねしっかりと出るような仕上がりかなって思います。パーソナルカラーで言うと一番ねブルベナツにぴったりなカラーだとは思います。
思う。なのでパーソナルカラーがね結構いい目に寄ってる方がこのねバレリーナポップ使いたいなって時は、例えばベースメイクの段階でお肌にね青みをね仕込んでおいたりするとよりね使いやすくなるかなと思います。で角度をつけるとこの通りほんのりねツヤ感も出ます。まあでもなんかパールの主張がすごくね激しいっていうわけではないから、それこそ毛穴周りがね気になってる人とかも使いやすいタイプのツヤチークだと思う。もうね本当にこの色味はめちゃくちゃ可愛かったので、ぜひね店頭とかで見かけた際はスウォッチ撮ってみてください。はい、そしたらいよいよ最後はリップの紹介です。もうね2024年上半期はリップがねとにかく豊作でした。そうだからねもうどれにしようかすっごい悩んだんですけど、厳選した結果まず一つ目がこちら、シュー上村のキヌケアグローアップ、カラーが BG の936番。2つ目がこちら、ナーズのアフターグローセンシュアルシャインリップスティックの201番。3つ目がイブサンローランのラブシャインリップスティック、で4つ目がスックのモイスチャーグレイズリップスティック、そして最後がカネボーのルージュスターバイブラントです。とね、まあ、厳選したとはいえ結構ね今年の上半期のベスコスデパコス編はねリップの数が多くなったかなと思います。そうで、それぞれですねいいなと思ったポイントが違くてですね、そしたらまず最初シュー上村とナーズのこのリップ、この2つに関しては色味がね本当にドンピシャでベスコス入りを決めました。そうだから好みのね影響も正直大きいかなとは思うんですけど、私と同じくパーソナルカラーがファーストがイエベ春、セカンドがグルベ夏の方はねぜひぜひちょっとこちらチェックしてみてください。はい、そしたらまず最初シュー上村のキヌケアグローアップ、いやもうこのリップはね今までのシュー上村のイメージをねいい意味で覆すような、そんなね新しいリップでした。アジア人の肌に溶け込む自然な血色感をテーマにしたリップで、仕上がりの質感は自然なツヤ感です。で私はこの BG936番モモシャーベットっていうカラーがすごく好きでした。ティッシュオフをしてみると、はいこんな感じ、このリップに出会うまで私なんとなくねピンク系のリップがね似合わないかもってずっと思っていたんですけど、そんな自分の考えが覆された、すごいなんかしっくりくるピンクリップでした。はい、仕上がりはこんな感じ、ピンクリップではあるんだけど、やっぱりねこのリップ肌に馴染むようにね作られているから、イエベの私でもすごくしっくりきました。このリップはね多分パーソナルカラー問わずみんなが使いやすいピンクリップなんじゃないかなって思った。でこれと同じぐらい色味が好きだったのがナーズのこのリップ、このリップはツヤ感と保湿感が優秀なナーズの大人気リップ。そんなリップの今年の新色201番がすっごいドンピシャでした。もうねこの色味に関しては使いすぎてまさかの残りこのぐらいしかないの。スウォッチを出してみるとこんな感じ、これもねすごく肌なじみがいい発色で、メーカー公式ではこれウォームブラウンっていうねカラー名ではあるんですけど、個人的にはねそんなにブラウン感は感じていなくって、すごいなじみのいい使いやすいコーラルピンクっていう感じがしてます。ティッシュオフをしてみると、はいこんな感じ、実際唇につけるとこんな感じです。色文字とかに関してはね平均ぐらいだと思います。ご飯とか食べたらね多少やっぱ内側からね落ちてはいるんだけど、でもなんか全く血色感がなくなっちゃうってほどではないです。あとはこのリップ保湿感もねすごく優秀なのと、何回もね重ね塗りをしても私の場合は荒れたりとかムラになったりとかもね全然しなかったです。2024年上半期多分一番使ったリップな気がします。はい、そしたらお次はイブサンローラン、いやもうこれもね2024年上半期イブサンローラン大人気リップスティックがねリニューアルするってことですごい話題になったよね。まあリニューアル前も好きだったんだけど、比較をするとね私はリニューアル後の方がねやっぱり好きでしたね。リニューアルポイントを簡単に説明すると、発色がねより肌なじみが良くなったり、テクスチャのとろけ具合がアップしたり、あとはカラーバリエーションも大幅に変わりました。もともとねイブサンローランのこのリップってすごい滑らかな、ね、使用感が特徴ではあったんだけど、やっぱねリニューアルをしてそこがねさらに進化したっていう感じでしたね。でこのリップ全20色展開とねかなりカラーバリエーションがあるんですけど、その中でもね特に私の推し色205番をつけてみます。はい、仕上がりはこんな感じ、もうねこのリップ今ね塗ってる時も思ったけど本当に
当に滑らかなんですよ。もうね、力を入れなくても唇に置くだけでスルスルーとね滑っていくような、そのぐらい滑らかでしっとりしてます。で、色の出方もね、すごく透けすぎてるわけではないけど、適度にちょっと透け感もあって、このリップもね、すごく万人受けする発色だと思います。はい、で、お次がこちらスックのリップ。このリップはね、もう一言で表すならば2024年上半期1のムッチリ系リップでした。今さっき紹介したナーズとイブサンローラン、このね2つもツヤ仕上がりで、結構ねしっとりさ、保湿感がね感じられるリップではあるんですけど、スックのねリップと比較をするとやっぱね、スックの方がよりねしっとり、よりムッチリっていうね感じがすごい分かりやすく感じました。でもスックのリップがすごいのは、すごく濃厚でムッチリとしたリップなのに、使用感はねこれすごい軽いんですよね。濃密なリップってどうしてもねこっくり寄りというか、ちょっと重たいね使用感になりがちだと思うんですけど、このリップは他ブランドの濃密なね仕上がりになるリップと比較をすると、仕上がりのムッチリさはねちゃんとあるんだけど、やっぱね使用感はねダントツで軽いなって思いましたね。はい、そしたら全10色展開のうち私の推し色6番つけていきます。はい、仕上がりはこんな感じ。もうね、リップクリーム今つけたのかなって思うぐらいすっごくね唇しっとりしてます。あとはやっぱねムッチリとした仕上がりになるので、ちょっと唇もねボリュームアップしたような感じもしますね。はい、ベスコスリップ4つ目がこちらでした。はい、そして最後がこちらカネボー。もうこのリップはね正直使った段階から今年の上半期ベスコス絶対に入れるっても思いましたね。そのぐらいめちゃくちゃ良かった。一見どこにでもありそうなリップに見えるんだけど、実はねこのリップ最新技術がギュギュッと詰まったリップなんです。このリップ、唇を押し返すような弾力があるゲルが処方されているので、とにかくよりや擦れに強いっていうのが特徴です。だから時間が経っても唇のなんかそれこそ縦じわにね色が入りにくかったりとか、あとは飲食とかをしても粘膜部分から変になんか色落ちしたりとか、そういったことがね本当に起きにくかった。はい、そしたら私の推し色9番のカラーをつけてみます。はい、仕上がりはこんな感じ。すごいね仕上がり綺麗だと思うんですけど、このリップのいいところはこの綺麗な仕上がりがかなりね長いこと続くっていう部分なんですね。時間が経った後もね引き続き綺麗な仕上がりがね維持されていてほしいと思う方は、ぜひぜひこのリップ試してみてください。すっごいおすすめです。はい、以上で2024年上半期マイベストコスメデパコス編の発表終了になります。いかがだったでしょうか。もう今日ね紹介したコスメはどれもねすっごい自信を持っておすすめできる商品ばかりだったので、1個でもね気になったものがあったらぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。本日も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かったよとか参考になったよって方は、高評価とチャンネル登録していただけるとすごくすごく嬉しいです。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。